CEO ジム、グッドナイト SAS インスティチュートは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州に本社を置き、アナリティクス及び AI のプラットフォームを開発、販売するソフトウェア企業である。キャッチコピーは、ザ・パワーアーのジェームス・グッドナイト博士が開発したソフトウェアである SAS システムを開発、販売しているソフトウェア会社。日本法人は、 SAS インスティチュートジャパン株式会社。なお、SAS とは、スタティスティカルアナリシスシステムの略である。創業例明期には統計解析、装備の専業ベンダーとして認知されていたが、21世紀に、入り、ビッグデータ解析、マーケティング分析、リスク管理、サプライチェーンの最適化などサービスは多岐にわたる。SAS は、データ統合。 インテリジェンスストレージ、最先端のアナリティクス、消費アプリケーションを一つの統合されたエンタープライズインテリジェンスプラットフォームで提供するベンダーである。非常上企業であり、投資開発に大規模な予算を投じている。世界各地に400以上のオフィスを構える。日本の主要拠点は、SS a システムは、 アンソニー・バールが大学院生だった1962年から1964年にかけて分散分析解析や多変量解析ソフトウェアとして開発された。当時の IBM メインフレームで動くソフトウェアであったためライブラリー関数はフォートランでハードウェア制御部分はアッセンブラそれ以外は PLI で混合プログラミングで開発された。 1966年から1968年の間に基本コンセプトが定まった。現在の文法やデータ形式である。1968年、ジェームズ・グッド・ナイトと共にソフトウェアの改良に取り組み、線形回帰計算機能を備えた。NASA のアポロ計画で使用されたことで、1971年頃に全米でポピュラーな解析パッケージとして、 学会で名を馳せた。1972年製品版として、正式に発売され、製薬業界や農業業界が採用するに至った。1973年にジョン・ソウルが加わり、時系列分析ができるように改良された。その後、ジェーン・ヘルビッヒが加わった。1976年にバール、グッドナイト、ソウル、ヘルビッヒによって、 会社組織化された。1982年ユニックス版がリリースされ、VMS 以外で稼働することになった。1986年に C 言語に書き直され、IBM PUC でエミュレートする PC 版稼働することになった。その年の年末にはメインフレームで稼働する C 言語に書き直され、それに合わせてユニックス版、MS DOS 版も書き直された。 1990年代に OS に Mac、シリーンコングラフィックス、プリモス等のバージョンが発売され普及した。日本では1980年代、日照エレクトロニクスが扱っており、初期に九州大学大型計算機センターに導入され、九帝大や筑波大学の大型計算機センターに導入された。1985年に、 日本法人が設立され、東京大学計算機センターに導入された。1990年代に PC 版が開発され、1990年代半ばには OdoBC に対応した。また昨今のウェブマーケティングの分析ニーズに高応し、クキサを製品をリリース。統計分野に利用され、現在ではマーケティング、財務戦略、科学分析などでも使用されている。 この言語で解析された分析結果は世界的に認められている。アルファベット順。ありがとうございます。